まず、トップは、私なのですが、はい、ここにありますように、心理学の意味ということで、この本を読んで、まあ、この本を含めて、ニューマンやホルツマンの本を読みながらですね、考えてきたことの一端を、皆さんに共有したいというふうに思っています。この、まあ、UP というのは、この原著がアンサイエンティフィックサイコロジーという、科学的ではない心理学という、まあ、そのまま読むとですね、とんでもない題目の非科学的な心理学という題目になってしまって、とんでもない題目なんですが、それを表しています。この原著、アンサイエンティフィックサイコロジーというのはですね、心理学っていうのは一体どういうタイプの実践なのかということについて教えてくれる本だというふうに翻訳をしながらですね、何度も何度も、反芻していました。本というのは一般的にどんな読み方でもある意味でできるという、そういう、なんていうか、非常にこう、柔軟で、可能性に満ちたものでありますが、私の読み方というのは、まあ、心理学を長々とやってきた自分にとってですね、この本がどういうふうに答えてくれるのかという観点から、読んだと。まあ、その読み方の一端を今日お話ししたいというふうに思います。心理学をやりながら、まあ、18で大学に入って心理学を初めて、目の前にしたと。その時からですね、ずっと、考えている問題というのは、哲学と一体心理学ってどういうふうに関係してんだろうか。で、もう一つは、私たちの若い頃には、科学的心理学っていうような言い方があって、心理学が科学でなければならないという、非常に強いそういう、なんていうのか、命題が、与えられて、いました。まあそういう自然科学との関係というところ、これもずっと若い時から気にしていた主題です。で、もう一つはですね、社会課題との関係です。単に学問であるというだけではなくて、社会の実際の課題にどうやって答えるのか、まあこういうことが気になってきました。つまり心理学が果たすべき責務とか、日常実践への願意、これが実は重要なんじゃないか。というふうに、まあ、思いながら、普通の、教科書に載っていそうな心理学というのから、どうやって離れられるのか、というようなことを模索してきた、そういうふうな思いがあります。で、この本はですね、こういう私が持っていた問いに対してですね、非常に素晴らしい、見晴らしを与える、まあ、解決したり答えをくれるわけではなくて、とりあえず見晴らしを与えてくれると。見栄を、見渡す、こう、なんていうの、なんていうのかな。ある意味で、すがすがしい見通しを与えてくれるという、そういう本だという気がします。哲学の限界と哲学する実践、それを哲学の実践への転換する、転換だという、非常に端的な命題がですね、そこに与えられているような気がします。あるいは、自然科学実践が持つ、その普遍的な実践という、まあ、そういうような、なんていうか、私たちのイメージがありますが、実は自然科学実践というのは非常に特殊な実践なんだと、そういう理解を流してくれる本でもありました。心理学っていうのは哲学とその自然科学から生まれたっていうのがこの著者たちの見立てなんですが、その中で、まあ、あろうことか心理学を廃棄するっていうプログラムを提案するというですね、大変な横紙破りなことを言い出すんですが、まあこれもある意味ですがすがしい、見通しを与えてくれる提案でした。まあそういうことを考えている私にとっては、常々ですね、心理学の言葉ってとっても意味不明なものだという気がしています。まあ日々、入門段階の大学1年生を対象にですね、心理学を教えながらも、そのような思いがですね、どうしても拭いきれません。例えばですね、教科書によく書いてあるのは、心は直接観察できないので、心理学的な構成概念を用意するのだ。で、この構成概念を測定し、数値化することができれば、
自然科学と同等の方法基準を満足できる。つまり自然科学になれるのだというようなことはですね、まあ堂々と教科書によく書いてあります。いや、これはとっても不思議な言葉遣いです。心は直接観察できない。本当ですか？観察できないんだったら自然科学にはなれるはずはないのですが、まあこんなようなことがよく書いてあります。教科書にあるこういう類の言説というのはですね、一体何を言おうとしているのでしょうか。こういうふうな言葉遣い、心理学の言葉遣いというのは私が常々思ってきたようなですね、いろんな問いにですね、少しも答えてくれないというふうに思います。パフォーマンスアプローチ心理学というのはですね、パフォーマンスアプローチを宣言する、そういう本でもあります。この本の中から何行かを拾ってみます。ソーシャルセラピー、これはまあパフォーマンスアプローチの別名なんですが、そのパフォーマンスアプローチは科学的で心理性が支配する臨床心理学への明らかに科学的でなく哲学的でもない、そういう対抗文化をこう展開していくことなのだ、というような、文章がですね、出てきます。あるいは、最終的にビゴツキーの社会文化的科学的心理学を拒絶して、実践批判的な人間の性の理解を目指す自然科学を超えた文化パフォーマンスアプローチのために、まあ、心理学を廃棄することでビゴツキーを完成させるのだ。まあ、こんなような言い方も出てきたりします。これはまあ、かなり詳しい読解が必要ですが、ニューマンとホルツマンのアプローチというのは、ビゴツキーのアプローチを、なんていうのか、少しバージョンを変えたものというふうに理解されているようですが、実は、ビゴツキーのアプローチそのものを廃棄することで、そのビゴツキーの中に潜んでいる、自然科学主義というのを、拒絶すると、まあ、そういう非常にラディカルなことがですね、言われています。まあ、こういうふうにしてパフォーマンスアプローチの宣言というのが、声高らかにこの本の中では繰り返されるわけですが、それではそれは一体どういうことを意味しているのかというとですね、もう少し言葉を足していくと、哲学というのを廃棄したのがビトゲンシュタインだ。それに対して、それに倣ってですね、ビゴスキーの自然科学的な心理学を、に死刑、死亡宣告をですね、下そうと。まあ、そんなようなプログラムになっています。そのために何をやるのかというと、ビトゲンシュタインの哲学に倣ってですね、言語について十分考えていきましょう。最初のご挨拶で丹野さんが言ってくれたようにですね、この、アンサイメンティックサイコロジーという本は、言語に関する議論を徹底、徹頭徹尾に行っている、そういう本だということが言えます。新しい言語の理解の仕方というのを、ビトゲンシュタインに倣って導入することによって、違う哲学を提案する。それは取りも直さず、新しい心理学のプログラムを提案するということに、まあ、なります。ちょっと抽象的すぎるので、ほんの少しですね、具体的な話に行きたいと思います。ビトゲンシュタインは、言語の像という言い方をして、言語が私たちに、もたらす非常に不十分な理解を、言葉の像、言語の像というふうに言います。で、それに加えてですね、その像というのは私たちをからかうんだということを言っています。哲学探求という本の中で、私たちは言語にからかわれて、非常に不完全なイメージで、言葉を分かったような気になってしまうということを繰り返しですね、強調します。もう少し具体的にしてみます。クジラ岡俊先生がですね、二つの例文を挙げて、象が私たちをからかう。もちろん、クジラ岡先生はビトゲンシュタインに、などは引用はしないのですが、まさにそれにぴったりくる例がありました。今の状態像は分類基準によれば ADHD ですね。
これはまあ ADHD という分類の基準っていう、これは、アメリカの精神医学会が出した分類基準で、非常に厳格に、一応厳格に定義されているわけですが、まあそれを使う分にはいいでしょう。でもですね、私たちは簡単に、この子は ADHD だからこういう状態なんですね、というですね、ADHD のが、因果関係の元であるとか、あるいはこの子のこの状態を決定しているっていう決定論であるとか、そういうですね、非常に不完全な言葉の使い方、つまり憎悪を持ち込みやすい、持ち込んでしまいます。その憎悪をどう使用すべきかはまだ闇の中にあると、さっきヒュートゲンシュタインが言ってましたが、それが一人歩きを始めて、様々なところで、子供を分類したり、子供を差別化したりするということをしてしまいます。自分たちが何を言っているのか、その発言の意味を理解したいなら、もっとこれを探求し続けなければいけないんですが、それを、忘れて、つまり ADHD にからかわれてですね、探求を放棄してしまうということになってしまいます。東洋経済新聞の今年の春の特集記事にですね、発達障害は学校から始まるという、そういう、ものがありました。その中でですね、この発達、まあ、ADHD、発達障害の中の一種類ですが、発達障害だから、ごめんなさい。一番最後の文、引用文がですね、一番明確なものですが、あの子は ADHD だから、HD だからと、学校が子供を診断するというようなことまで始めてしまう、ということが、書かれていました。まあ、こんな風にですね、私たちは簡単に言葉の憎悪にからかわれて、その不完全なイメージのままに、さらに言葉を拡大していって、実際には分かっていないにもかかわらずですね、分かったようなふりをしながら、どんどん言葉の、不完全な仕様というところに、その深みにですね、はまり込んでいってしまいます。まさにこれがですね、この本全体がと全体が言っている、哲学、自然科学、心理学が、その三者がですね、三位一体となって私たちの心の理解というのを非常に狭いものにしているということの一つの例になると思います。ところが、このニューマンとホルツマンが始めた、パフォーマンスアプローチ心理学では、憎悪のからかいから逃れる、あるいは憎悪のからかいに対抗するような面白い哲学的な実践遊びを作りましょうと。というのが一つの、プログラムに沿った、実践の展開になっています。まあ、その中に、クリスティン・ラセルバーという先年亡くなったですね、亡くなられてしまった、ニューマンたちと一緒に、実践していた、カウンセラーがですね、とても面白い事例を提供してくれています。まあ、これ子供たちが集まって自分たちが、様々にこう発達障害だと、いうふうに診断されてとっても苦しんでいるっていう状況の中でですね、話し合いの中でイーライ君というですね、自分自身もアスペルガーというふうに言われている子がですね、みんなで話し合いをしながらですね、自分はもう自分の病気を、アスペルガーって呼ばないよ、ハンバーガーシンドロームって名前を変えるんだっていう宣言をするんですね。これはまあ、たわいもない子供のたわごとというふうに片付けるわけにはいかないわけです。ある診断基準に従って、その症候群にあるラベルを与えたっていうのがアスペルガー症候群ですから、これは単にラベルなわけです。ラベルなら何でも変えられる。これは言語哲学的に非常に正しい対応だと思います。このイーライ君はわずか5歳にしてですね、ビトゲンシュタインのように自分の名前をハンバーガーシンドロームに変えるんだ。こっちの方が一見正しい、楽しくて、愉快にやれるじゃないのっていうような提案をするわけです。これはとても面白いものです。
まあもちろんこういうふうな子どもたちの、行為を引き出すために、この周りで大人たちが様々なものを、作り上げて、この子どもたちを発達支援しているという背景がありますが、その中で確かに、象のからかいから逃れるですね、一つの実践が紡ぎ出されているということは確かです。すいません。ちょっと時間を1分オーバーしてしまいました。パフォーマンスアプローチのインパクトというのはですね、何かというふうに、まあ、中間段階でまとめると、対話とか会話を通した性のベタリング、まあ、そういう新しい心理学を提案しているのだということです。まあ、この点についてはもう少し、時間をいただける機会があるので、11月26日にですね、40分の枠の中でまた話をさせていただきたいというふうにも思います。ご関心の向きは、の方はですね、ぜひご参加いただければと思います。すいません。自分で長々と話をしてしまいました。申し訳ありません。では、続いて、城間先生、よろしくお願いいたします。先生、ありがとうございました。7章の、翻訳を担当しました、沖縄県立芸術大学の城間翔子といいます。今日ちょっとパワーポイントを用意したので、それを使って話をさせていただきたいと思います。ちょっと画面共有しますので、少々お待ちください。表示されてますでしょうか？大丈夫ですか？ありがとうございます。私は心理学と教員養成というテーマで、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。私今芸大という場所に勤めているんですけれども、その中でも教職課程というのを担当しています。音楽とか美術とかの先生になるためには教員免許を取らなければならないんですけれども、そのための科目を担当しています。で、教育心理学とか教育方法とか、いくつかの科目を担当しているんですけれども、これは全部教員免許証を取得するための必修科目ということで、法律でも定められているものですね。教員免許を取りたい学生さんは、有無を言わさず、教育心理学っていうのを学ばなければいけないという状況になっています。で、これちょっと文字ばっかりで申し訳ないんですけれども、教員免許取るために必要な科目っていうのをずらずらっと上げてみました。これ中学校の免許の場合なんですけれども、たくさんあるんですけれども、この中で、心理学が関わっているものというのが今赤字になっている部分です。で、先ほど言った教育心理学っていうのは、幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程、こういう事項を扱う科目として開講されて、で、文部科学省から認定を受けていて、で、その内容をやっているっていう、そういう状況です。で、他にも、特別の支援を必要とする幼児、児童、及び生徒に関する理解とか、道徳の理論及び指導法、生徒指導の理論及び方法、で教育相談、カウンセリングに関する基礎的な知識を含むの理論及び方法、進路指導及びキャリア教育の理論及び方法、このあたりに心理学というのが深く関わっている。これだけ心理学というものが教員養成では必須とされていると言えるかなと思います。で、たくさんあるんですけども、私が担当しているのは教育心理学のところなので、今日はそちらのお話をしていきたいと思います。心理学と教育の関係についてですね、こちらのパフォーマンスアプローチ心理学の中にはいくつか記述が出てくるんですけれども、3つの応用分野ということでは、産業心理学、教育心理学、臨床心理学の3つが挙げられていました。
まあ、これは心理学が自分をこう売り込んでうまくいった領域というのが、まあ、産業企業の、まあ、人事の採用であったりとか、あとは広告に活用したりであるとか、そういったものでうまくいった。で、二つ目が教育。で、三つ目が、教育心理学っていうことで挙げられています。で、この教育と心理学の結びつきというのはもうすごく当たり前のように今はなっていますね、ということも、記載されていて、まあ、様々な、学習に関することとかが特に、教育の中に入り込んできているんですけれども、本当に、当たり前のこととして結びつきができているというのが現在の状況だと思います。ただ、これは決してこう当たり前のことではなくて、心理学が自分の生存をかけて、テーマを作り上げて、で、社会、教育的、社会的サービスを提供する機関であるとか、軍隊であるとか、大衆に巧みにこう売り込んだ結果、人間の社会的領域における科学的営みの規範というふうに心理学がなったと。で、まあ、それはとんでもないお話だっていうのが、この、パフォーマンス心理学の本の中で暴かれていくと。まあ、そういう、流れになっています。で、また面白いこと、私が、ここは、刺さるなと思ったところなんですけれども、ちょっとここを読み上げたいなと思います。重要なことは心理学が社会的に構築されていることではない。で、心理学は社会的かつ実利的に構築された神話でありながら、神話であること自体をうまく隠蔽して社会の科学的なディシプリンとして受け入れられているという点が重要であると。で、この、神話でありながら、まあ、科学として受け入れられているというそのプロセスは、100年ぐらいの間に、まあ、あっという間に成し遂げられたものであると。で、その結果、今、教育心理学という分野があって、まあ、それが教員養成では必須のものというふうになっている状態があり、で、自分はまあ、そのおかげで、というか、職を得て、まあ、食べることができているって、そういう、まあ、自分自身の、生き方、職業と、まあ、すごく深く関わってくる指摘っていうのが、この本の中でなされているな、というふうに思いました。すごく、こう、針のむしろに座っているような翻訳をしながら、なんかそういう気分をものすごく味わいました。で、それらをまあ考えた上で、今の自分の担当している事業っていうのをもう一回見直してみる必要があるなっていうふうに考えています。これは教育心理学っていう授業をやる上で、まあ文科省はこういう内容をやりなさいというのがコアカリキュラムということで示されていて、で、2単位の授業、をこれに沿ってやらなければならないんですね。で、まあ、主には、発達のお話と、あとは学習のお話と、まあ、2つしなければならないんですけれども、例えば発達に関して言うと、発達段階みたいな言葉がすごく当たり前に出てきます。この各時期における運動発達、言語発達、認知発達、社会性の発達、まあ、その具体的な内容を理解しなさいねであるとかですね。あとはこの本の中でものすごく批判されている二元論ですね。心身の発達に対する外的及び内的要因の相互作用みたいな言葉もこのコアカリキュラムの中に出てきます。でこういうのを見たときに、パフォーマンス心理学を学んだ後に、こういうものを見たときに、もう一体、
教育心理学の授業で私は何を教えたらいいんだろうかというような、まあ、すごくジレンマを、まあ、今感じている、そういう状況です。で、特にこう、発達という概念についてですね、そこがなんか、よくわからないなっていう気持ちが、私の中にはあります。この今回のパフォーマンスアプローチ心理学の翻訳の前に、みんなの発達っていう本の、翻訳にも携わっていて、そこでも発達っていうのを扱っているんですけれども、発達っていうのがなんかどうもよくわからないなと。いうふうに感じています。で、この本の中で発達についてどういうふうに書かれているのかなということで、拾ってみました。で、この本の中でも発達というのは実はこう、まだ定義されていないんだ。成長以外は今だ定義されていないというような書き方がされていて、で、今では発達について語るためには、歴年齢を参照する必要がある。つまり何歳になったら、これができます、みたいな形で、発達っていうのは語られる。けれども、実は定義されていない。で、表向きは絶えず進行していること。で、子供が生まれる様々なやり方や様々な程度で世話をされる、成長し、成熟する、大人になる、死ぬということっていうこと。まあ、要するに、まあ、人生、生きることとほぼ同じ意味だなと思うんですけど、なんかこれは、何かを言っているようで、実はなんか何も言っていないなっていう感じもするわけです。で、結局、発達っていうのは何だろうか。で、発達心理学は発達についての心理学なわけなんですが、その発達っていうのは、ね、よくわからないのに、発達について研究をしているのが発達心理学だということで、すごく不思議な状態です。それでは、パフォーマンスアプローチでは、発達というものをどういうふうに捉えているのかなということで、また読んでいきました。そうすると、面白い記述がいくつか出てきていて、一つ目は、人間は新しい生活形式を想像できる、これを発達できるっていうふうに言っているところがあります。それから、心理学の中では発達を構成概念、というふうにして扱っていて、それはパフォーマンスアプローチ心理学の中では、拒否するんですけれども、活動としての発達というものは拒否してはいないんだと。人間の発達とは与えられた状況、現在の環境、そして全体性の活動的で関係的で質的な転換のことなのであるという記載もあります。何かがこう全体としてガラッと大きく変わることが発達で、で、発達というのは活動であるんだなということがこのあたりから読み取れました。で、その例として挙げられているのが、よく出てくるんですけれども、言語発達の例ですね。まだ喋れない赤ちゃんっていうのが話し手になっていくと。そういう例がこの本に限らず あちこちで出てくるんですけれども、言葉の話し手になること、これはスキルの単なる獲得ではなくて、やはりここでも全体としての転換であるっていうふうに言っています。で、このまだ喋れない子どもというものを包摂する形で全体的な環境を作り変える、これが発達なんだというふうに、私は読み取りました。発達というものを活動として考えていかなければならないなということを、この本から、示唆をもらったという、今はそういう状況です。で、それを、踏まえた上で、じゃあ自分の授業、ね、教育心理学の授業、発達と学習について学生に教えなければならない授業を一体どうしたらいいんだろうかというところで、今困っているという、そういう状況です。
なので、今日はちょっと皆さんといろいろお話しして、アイデアを出していけたらなというふうに思っています。まあ、私自身の悩みとしては、発達について何を教えたらいいのだろうか。で、このについてっていうのは、本の中で、アバウトネスで、訳ではについて性って訳してたと思うんですけれども、やはり言葉の問題ですよね。発達について何を教えたらいいのだろうか。もしくは、についても教えないっていう選択肢もあると思うんですけれども、まずそういう、問いです。で、そもそも、教師というのが発達について知るべきことはあるのだろうか。とか、あと、発達心理学を学ぶということが発達を導く、まあ、つまり新しい生活形式を創造する活動になるにはどうしたらいいんだろうか。まあ、これが、ヒントがいただければ、授業をきっと変えていけるんだろうなというふうに思っています。はい。ということで、皆さんとは、まあ、発達とか、まあ、教師教育、についてお話しできればなというふうに思っております。はい、私の発表以上になります。はい、それでは続いて岸先生どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。画面共有をしようと思ってるんですけど、できてますかね？大丈夫ですかね？はい。では皆さん、こんにちは。明治大学の岸と申します。今日はですね、私が担当したのは5章になります。で、この5章と、あと私自身がどんな活動をしてきて、なぜパフォーマンス心理学に関心を持ったのかっていうところについてお話ししていくことができればいいなというふうに思っています。で、私はですね、本当に現場が大好きなんですね。実践が大好きなんです。で、もともとは、まあ、現場で人の話を取材をしながら仕事をしていたんですけれども、まあ、きっかけがあって、シリアのパレスチナ難民キャンプの教育開発に関わることになりました。で、そこで見たものは本当に人々が強くて美しくていろんなものを生み出していく、そんな現場だったんですね。で、私はすごく現場が大好きで、まあ、2年間向こうに住んで、その後帰ってきたんですが、やっぱりこう難民キャンプの中で生まれ育った子供たちに何かしらいい環境を作っていきたいし、こう自分自身もずっとそのシリアやパレスチナと関わっていきたいと思った時に、じゃあ自分はどうやって関わっていけるんだろうっていうのを考え始めました。で、その中で、まあ、ちょうど向こうで行ってた時に、教育開発、その子供たちのその授業を良くするための方法を提案し実施するっていうことに関わっていたので、まあ、教育について学ぼう。で、私自身は大学卒業した後は、その映像制作の方の仕事をしていたので、教育について全く何も知らない状態だったんです。とはいうものの、日本で教育経験を受けてきたので、まあ、なんとなくこうかな、ああかなって言いながら、現地では仕事をしていたんですが、まあ、帰国をして、やっぱり教育についてしっかり勉強したいということで、大学院に進学しました。で、その大学院の進学先が教育工学を専門とするところだったんですね。で、教育工学っていうものは、こう、まあ、すごく単純に言うと、問題解決の学だと私は思っています。例えば何か授業の中で問題があったら、それをどういうふうに解決していくんだろう。で、解決したアプローチが良かったのか。介入した方法によって、その成果があったのかっていうことを、まあ、プレポストとかで、まあ、確認していくようなことがすごく多くありました。で、こう実際にその教育現場に関わっていく中で、こう、まあ、教育工学っていうのはその問題解決の学なので、例えば先生方の授業、ここの部分が問題があるので、じゃあこんな風にやってみませんかって、板書技術、こういうのがあるので、こういう風にやってみませんかとかですね、まあ、提案をしながら授業を改善していくっていうものなんですが、まあ、それはそれで結果も出てくるし、まあ、私自身も変わったなとか、先生自身も変わったなって思うので、まあ、それはそれで良かったんだけれども、でもどっかで何かこれでいいのかなっていうのがずっとずっと心の中にこうもやもやっとしてあったんですね。でもそれが何か全然わかりませんでした。で、その中でこう私自身がこう、
その前に、で、その実際に私たちがやっているこういったその教育工学の実践、教育開発の実践っていうのは、基本的にはやっぱり心理学の知見、人はこういうふうに学ぶんだよっていう心理学の知見、科学的な知見があって、で、その方法に基づいて実践をして、で、例えばインストラクショナルデザイン、こういうふうに教えるとうまくいくよっていうインストラクショナルデザインを含む理論があって、で、それに基づいて評価をするっていうものが、あるわけなんですけれども、なんかこれでいいのかな、そもそも本当にこの方法で私やり方間違ってないかなっていう不安があったので、なんとなくその心理学の方にも目を向けるようになった時に出会ったのが、こう、室先生の遊ぶビゴツキーの本だったんですね。で、それまで私たちその教育工学の中ではインストラクショナルデザインっていうのは当然でものすごく力を持っていて、こんな風に教えればこんな風になるよっていうその理論を私自身は疑うことなく無批判に使っていたところがあったんです。思考ツールを使うと思考力が高まりますよとか、こんな風に事業設計、例えばジグソーメソッドや相互教授法を使うとこんな風にグループワークが良くなりますよみたいな、そんな理論を実践に使うっていうのをやってきたわけなんですが、この遊ぶビゴツキーに出会ったときに、私自身がなぜ自分自身がモヤモヤしているのか、何に引っかかっているのかっていうのが言葉になっていてすごく驚いたんですね。で、その、一部分を少し、取り上げさせていただきます。まず、驚いたのが、ここの部分です。若者の問題をして、若者を問題の視点から見る立場から、資源とみなす見方へっていうところ。そして予防モデルから彼らの強さと能力に立って彼らのコミュニティの中で大人として成功できるような発達を築くアプローチっていうところなんですね。で、あれ?よくよく考えたら、例えば私はいつもその難民キャンプのその授業を見たりだとか、先生の授業を見たときに、ここが問題だからこうした方がいいですよねって、問題探しのアプローチばっかりしてなかったかなっていうふうに思い始めたんですね。で、そもそも、その研究、研究を始める前は一緒に会話や対話をしながらどうやったらいいんだろう。私も教育について専門じゃなかったのでわからない。で、向こうも悩んでいる。だから一緒に話して話して話して、その中でこうしていった方がいいかな、こうすることによって良くなるかな、みたいな、そういうのの中で改善していた時はものすごくお互い充実感があった。でも私が研究者になって大学院で理論を勉強し、インストラクショナルデザインなどの理論をパレスチナ難民キャンプの学校に持っていき、で、それを実践しってなった時に、もうこのやり方がいいんだっていう力がありすぎて、会話がなくなっていったなっていうふうに思ったんです。で、問題があるからこの方法を使って改善するっていうことじゃなくて、本当に大切だったのって、なんで問題があるのかなとか、どうしていきたいのかな、そういう会話だったんじゃないかなっていうふうに思うようになったんですね。で、ちょっとさらに続けます。で、まあ若者たちが知的な挑戦ができるパフォーマンス空間をデザインするようにっていうのが、私すごくやっぱり大事だったなと思って、結局私がその難民キャンプに行って研究者として現場に入ることによって、私は改善する人、で彼らは改善される人、支援する人、される人、みたいな二元論的な関係を作ってしまったばっかりに、今までやってきたような一緒に輪を作っていくとか、一緒に会話しながら探していくっていうプロセスをものすごく短絡化してきた、縮小してしまったなっていうふうに思って反省をしました。で、そこから、こう自分自身の実践っていうのはものすごく大きく変わったんですね。で、その変わったっていうのをいくつか紹介したいと思います。例えば、これは、大阪の、まあ、高校生と、あと、トルコにいる、まあ、シリア難民の子の、まあ、交流学習なんですけれども、まあ、いつもやってる時だったらお互いの文化を学びましょうみたいな、まあ、そういうことをやっていたんですが、こう彼ら自身がやってみたいとか挑戦してみたい、知ってみたいっていうのを対話を通して作っていくために、こうそれぞれがこう自由にこうプログラムされたものじゃなくて、まず顔合わせしながら小さなグループで何してんのってお正月どんなもの食べてるのみたいな会話の中で、実はこうなんだよねっていう風な小さなつぶやきから、じゃあ私もそこ一緒にできるかもしれないっていう風な、そんな小さな活動をたくさん作っていったんですね。で、今までその交流学習するような時は、例えば絵を描きましょうとか映像を作りましょうとか、なんかそういうふうに私たち教員とか実践者が実践を作って、その実践の中に生徒たちを巻き込むみたいな、そんなやり方をやってきたんですが、そうじゃなくって、彼らが会話する中で活動を作っていけるような、そんな実践をするようになったんですね。
そうすることによって、こう生徒たちも話すようになる。先生が言ってることをやるだけじゃなくて、私は何がしたいんだろう、相手は何がしたいんだろう、私たち何がしたいんだろうっていうふうに考えるようになって、でそうすると関係がものすごく変わっていく。でそういうのを見たときに、単にこういった今まで自分がやってきた教育工学的なアプローチでやってきた文化理解のようなものよりもずっとずっと、なんてずっとずっと、新しいことが生まれてきた。私自身も、そんな展開になったの？そんなこと分かったの？っていうような驚きが出てきたんです。で今まで自分がやってきた、その実践、教育工学的なアプローチっていうと、大体こういうふうになるだろうっていう推測が立って、でやってみて推測通りで、結果、こういう交流をするとこんな結果が出ましたっていう論文をたくさん書いてきたんですけど、こういう実践をするようになって、自分自身が予測もできないようなことが次々起こってくる。面白いなって思うようになったんです。で、そうすることによって、私自身も実践に関わることがものすごく面白くなったし、こう生徒たち自身も驚きがもうそこからどんどん生まれてくる。そんな取り組みになってきました。で、私自身はずっとその難民関係に関わってきたので、いろんな取り組みやっているんですけれども、これも一つで、交流学習の中で子どもたち自身が日本の友達に伝えたら、すごく喜んでくれて、自分はシリアのこと内戦ばっかりで、好きじゃなかった。でも、こう伝えることですごく喜んでくれたりだとか、知りたいって言ってくれるのを聞いて、私自身もう少しシリアのこと知ってみようかなって、知りたいなと思えるようになったんだっていうふうに、言うようになったんですね。で、この子が言ったのは、世界の人にシリアの美しさを知ってもらうようなジャーナリストになりたいみたいなことを書くようになったんですけれども、こういうふうに、こう私たちがこうしてほしいっていうのを押し付けなくても、彼らが会話の中で自分がどう生きたいのか、どんな未来を作りたいのかっていうのが生まれてくる、そんなところにいつも感動がもう止まりませんでした。で、そこでやっぱり実践の中で分かってきたことは、なんか私たちが実践を作ってそこに生徒を巻き込むような、まあ、いわゆる私の場合は博士論文が実践共同体の状況論で書いたんですけれども、まあ、実践の中に人を巻き込んでいくような、そういうことじゃなくて、本当にそこにいる人たちが会話をしながら、そこから何か作っていく、そういった自分自身がギブできるような、そんな存在になるっていうことが、ものすごく学習発達において大事だっていうことを、いろんな実践の中で気づいていきました。だからこそ、こういった自分たちが何かできる、何かしたい、やってみたいっていうような、そういう場を作っていく。それが私たちの役割なのかなっていうふうに認識するようになりました。で、もう一つ事例を出したいんですけれども、これは特別支援学校で、やったものになります。で、これは、その学生たちに、明治大学の学生が、支援学校、肢体不自由の支援学校の子どもたちとやったものなんですが、こう支援する、されるとかじゃなくて、お互い自分たちが何をしたいのか、何をしてあげたいのか、で、その中でお互いしてもらったことをこう受け止め、それに対して自分もこういうことできるよっていうような会話を何度も何度も何度もつなげながらやっていくことによって、支援学校の子どもたちも、なんか、明治の子たちにこんなことやってみたいとか、ボッチャ知らんみたいやから、ボッチャのなんか会場に連れて行ってあげたいとかですね。そういうふうに子どもたちが言うようになってきた。で、そういうふうに考えたときに、その支援学校の子どもたちもなかなか、その病院と学校と家の中での、その空間の中で過ごしてきた子たちが、別の人たちと新しい会話をすることによって、新しいやってみたいが生まれて、新しい活動が生まれていく。そんな実践がここにもありました。で、私自身もこういった、パフォーマンスアプローチに出会うことによって、もう日々の授業実践も変わっていきました。例えば、もう小さなことなんですけれども、日々の授業の中で、私よく授業の中で講義をした後に、はい、質問ありますか？コメントありますか？って聞くんですね。で、そうすると、本当に手が上がらない。で、まあ、上がったとしても、いつも発言する子ばっかりなんですね。でも、言い方を変えてみたんです。はい、じゃあ、この話をきっかけに会話してみようか。じゃあ誰か会話のきっかけ作ってくれるっていうふうに言うと、会話だと賛成してなくても始めることができるんですね。で、誰かが言ったことに対して、何々さんの話私も思ったんですっていうような形でどん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 会話がつながっていく。で、会話をこう不完全のままでも話しながら一緒に作っていくことによって、授業が成り立つって、そんな授業実践ができるようになりました。で、今までは本当に私が質問ありますかって質問されたこと私が答えるみたいな、教える人、教えられる人みたいな、そんな関係だったものを、今はその学生たちと会話始めていこうか。じゃあどういうふうにしていくみたいな感じで会話をする中で授業を作っていく。そんな実感があります。
また私自身がすごい探究学習に取り組んでいるっていうのもあって、小中高の探究の方に研究者としても実践者としても関わっています。で、それもですね、割と今までの探究だと、その、ま、実践があって、その実践を生徒たちと一緒にやっていく、生徒たちがやっていくみたいなものが、あと先生がある程度実践を作って、そこに生徒を巻き込みながら、自分で問いを作らせて探究するみたいな、ある程度枠組みがあったものも多かったんですけれども、今は割とその生徒たち自身と話し合う。で、先生も一緒に話し合う。で、一緒に話し合いながら、え、ここ面白いんじゃない？ここやってみたいんじゃない？ここを聞いてみようか。みたいなところからスタートする。そんな探究を今はいろんなところで実践をしています。で、そうなった時に、こう私自身研究者としてじゃあ何ができるのかなと思った時に、こう一緒に舞台を作っていけるような、まあ、インプロバイザーとしての教師とか場をデザインする教師っていうふうな形で、今までは割とファシリテーターとしての教師とかですね、コーディネーターとしての教師みたいな形で考えていたものを、やっぱりこのパフォーマンスアプローチに出会うことによって、教師の役割についても大きく考え方を変えることになったなというふうに思います。あと他にも、小学校の授業研究にも私すごいもうよく行くんですけれども、今までは大学の先生が小学校に来ました。じゃあ先生、岸先生、今日の授業を公表してくださいって言われて、まあ、今日の授業はここの部分がああだったとかっていう話を今まではしてきたんですけれども、今はもう最初に私教えることはありません。むしろ一緒に会話作っていきましょう。で、私が力になれることって何ですかって、この学校で作りたいものって何ですかっていうふうに聞き始めるんですね。で、そうすると初めは、みたいな感じで、何したらいいの？何作れるの？みたいなことなんだけれども、誰かの会話や誰かの気づきをきっかけとして活動が生まれ、その活動がまた次の活動を生んでっていうふうな形で、学校の研究が始まっていくようになりました。で、もちろん、それがいつもじゃなくて、たくさん行く中でもそのアプローチがいいなって言って、もうずっと継続的に呼んでくれる学校もあれば、なんか、岸先生来ても何も教えてくれへんからって言って、もう呼んでくれない学校も出てくるんですけれども、でもそれでも自分自身が教える立場として学校に関わるよりもずっとずっと学校の先生方と何か新しいものを作る方が面白いので、今そのスタンスを貫きながらやっています。で、まあそういうことで、今は実践の中でもインプロバイザーとしての教師のために、じゃあどんな活動があるのかって、この後マナさんにお話ししていただくこともあるかもしれませんが、インプロっていうものを、研修として取り入れて、一緒にこう作るっていうのをやってきたりしています。じゃあまとめなんですけれども、まあ新たな活動を生み出す。やっぱりこの本の中心になるのはここになるのかなっていうふうに思います。で、こういった、その今まで私が一般化した科学っていうものをすごくやっぱり重視して、それを取り入れようとしていた。そういうのとは違う教育、今までの教育工学アプローチとは違う、こう一緒に作っていく。何か共に先ほどの諸先生のお話もあったような、そういった会話と対話を通したベタリングとしての心理学が、ここにはたくさん書かれているかなっていうふうに思いました。で、その背景について書いてあるのが、この本になるかと思います。はい、ここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。はい、岸先生、どうもありがとうございました。はい、ちょっと話がずっと続きますが、まず、向井さんのコメントをいただいてから、参加者の皆さんと、会話を始めたいというふうに思います。では、向井さん、よろしいでしょうか。お願いします。初めてましての方も、多いと思いますけれども、私の向井八真奈と申します。今日こうしてコメントという形で、お誘いいただいてありがとうございます。はい、私は北海道の浦河町というところ出身でして、この今写真に見えているベテルの家という精神障害を抱えた人たちが地域で暮らしてお仕事をしたりですとか、共同生活を送っているコミュニティの中で、私は、育ちました。私はですね、この写真にもある通り、この浦河っていう町はですね、結構芸術ですとか子どもたち、にこう文化とか芸術をの機会を与えるような、そんなこう意識の高い人たちが、たくさんいたおかげでですね、こういうミュージカルというものに、小さい時に、触れ合いまして、この地域のオリジナルのミュージカルの活動にですね、5年生の時に、経験しまして、今もですね、そのミュージカルをお仕事としてですね、
今続けております。すごいですね、このベテルの家でこう育った私のその経験というのがすごく大きくて、今まさにこのソーシャルセラピーですとかそのルイス・ホルツマンさんとこうつながるきっかけになったんですけれども、はい、私のこの写真左下ですね、この緑の写真、緑の服を着ている、チェックに服を着ている早坂清さん、この方は、統合失調症の方で、ベテルの家では、まあ、自己病名という、自分で病名をつけるという文化があるんですけれども、精神バラバラ状態の早坂清ですというふうにいつも自己紹介する清さんなんですけれども、私が本当に小さい時からですね、乳母車をこう押してくれるような、まあ、そんなこう育てられた、経験があるんですけれども、この清さんがですね、いつもですね、私に小さい時にお前は女優になれよって、小さい時からですね、このミュージカルを見てくれた中でもあるんですけども、そうやって私は励まされて今もこうしてミュージカルのお仕事をしています。そして私の小さい時の夢がですね、歌って踊れるソーシャルワーカーっていう、まあ、夢を持っていまして、で今ソーシャルワーカーの、まあ、資格も2015年にですね取りまして、まあ叶っているわけですけれども、こうした励ましもあって今私は活動しております。ソーシャルセラピーとの出会いなんですけれども、2014年にですね、この北海道のベテルの家にロイス・ホルツマンさんが、実際にですねいらっしゃいました。これも諸先生たちがですね、企画されたイベントに参加するために来日、されたとお伺いしましたけれども、その足でですね、はるばる北海道のこの遠い浦河町までいらしてくださって、私はその時にですね、ソーシャルセラピーという言葉を初めて知りました。当時私大学生で、東京の青山学院の総合文化政策学部という、学部にいたんですけれども、この演劇の経験とこのベテルの家での、この経験、そして地域でミュージカルを作るという経験を通してですね、まあ、演劇と社会福祉というこの接点にとても興味を持っていました。なのでドラマセラピーですとかサイコドラマとかソシオドラマとか、まあ、そういうアクションを取り入れた、活動にとても興味を持っていたんですけれども、ソーシャルセラピーという言葉にすごく当時インパクトがあったのを覚えています。そして遊ぶビゴツキーという、諸先生らが略された本も実際にその2014年ですかねに手を取って、読ませていただき、そのロイス・ホルツマンさんたちが活動しておられるニューヨークでの活動についてより深く知ることが、はい、できましたですね。今回インターナショナルクラスでの学びについてぜひ共有してくださいということだったので、これから紹介していきたいと思うんですけれども、参加者は2019年ですね、コロナの前、の年になりますが、私は当時も劇団に所属して It's Follies というミュージカルカンパニーに所属して5年目だったんですね。結構ある程度もうほぼ、ね、一年中その舞台の活動に没頭して5年が過ぎてた頃にですね、なんかこう私の自身のこの人生経験と、社会ってどんな接点があるのかななんて漠然としたこう問いが生まれました。自分はこう舞台での俳優としての活動と、そこの社会、今ある社会にどういう関わりがあるのかな、私って社会のために何か役に立っているのかななんていう問いが生まれまして、やっぱり海外にも行きたいっていう気持ちも、湧いてきまして、ちょうどですねその時期に目に入った、ソーシャルセラピーのこのインターナショナルクラスという、機会をですね、この2019年に得て、ニューヨークに行ってまいりました。そのインターナショナルクラスはですね、奨学金ですねなども用意されていて、私も実際にですね、いただいて、行くことになりました。ここでのですね、
っぱり自分の中にあったテーマっていうのが、その自分と社会との関わりを確かめに行きたいですとか、何かこの経験をどう実践していいのかわからないっていうような、何かしたいけどわからない、この経験っていうのは本当に役に立つのかなとか、どう役に立てればいいのかなってわからないままですね。ですけど、こう世界の人たちと一緒に交流する中で見出していきたいっていうような期待がありました。私たちは1週間の、クラスがありまして、そこで毎日、その即興のクラスがあったりですとか、演劇のクラスがあったりですとか、哲学対話があったりですとか、またそのロイス・ホルツマンさんを筆頭に生まれた、ニューヨークの本当に、劇場とかが引き締め合う中にあるシアターがあるんですね。そこでコミュニティに開かれた活動を、されている現場を見に行ったりですとか、まあ、そういった草の根的にどうやってこう組織が生まれていったかなんかのというような学びもありました。私たちがですね、この1週間のこのプログラム、そのニューヨークでのそのクラスっていうのが1週間の中で、みんな過ごしてきたんですけれども、まずクラスの一番初めに、私たちが、ここまでどうやって来たか、How we get here みたいな、How did you get here っていう言葉から始まりました。カリキュラムもあるんですけれども、こう、その場に私たちがこう縁になって、本当に対話というものをもうゼロから作っていくような、場でした。何でしょうね、本当にオーガニックで、誰かが何かをこう場に言葉を出したら、そこにまた皆さんが言葉を、積んでいくというような、場だったんですけれども、私自身ですね、やっぱりこう場の中で何か言葉を発するとき、これを言ったらどういう反応されるかなとか思ってしまうんですけれども、本当にその言葉のに対して、みんながこうジャッジすることなく場を作っていく、そんなところからクラスが始まったのがすごく印象的でした。で、私自身のこの成長、このクラスでの成長というものが、何かその自分の中にあるものをこう人に出すときに、その自分の中でジャッジしている部分があったんですけれども、そのですね、クラスでこう学んでいくにあたって、分からないこととか、自分が今こんなことにつまずいてるとか、嬉しいとか、いろんな感情すべてですね、安心して出せる、場であったからこそ、本当に、今まで自分がこうつっかえていたものが徐々に取れてきた、そんな自分自身の成長にも、つながる、経験をしました。そうですね、ベテルとのその共通点があるなって思った部分はですね、ね、ベテルはもともとその精神障害を持っている人たちが病院から退院して、自分たちはどう地域でこう暮らしていこうかっていった時に、その時私の父、ソーシャルワーカーである父が、そのメンバーとですね、教会で住み込みをして、一緒に暮らすという、経験をしていたんですけれども、はい、ありがとうございます。今ご覧になっている写真がですね、インターナショナルクラスのメンバーで、本当に世界中から集まった仲間と一緒に時間を過ごしました。今でもですね、クラスが終わった後も、自分たちの実践ですとか活動ですとか、それぞれの国で起きていることについても共有しながら、私たちは日々ね、お互いの成長を見守っているっていうような中です。
です。私のこの学びの中でいろいろそのベテルの家の、プロセスですとかミーティング文化ですとか、退院したとした人たちがですね、金儲けしよう、起業しよう、自分たちは地域のために、貢献するんだという、気持ちで、始まったのが、まあ、ベテルの始まりとも言えるんですけれども、こういった社会的文化的そして何か歴史をこう作っていく時に、本当にベテルのこの歴史を振り返った時にですね、あのメンバーのあの一言がなかったらこれは生まれなかったよねとか、あの人がこうアクションしたからこうなったんだよねっていうような一つ一つ、こう歴史を、まあ、変えていくようなそういう場面っていうのがたくさん詰まっていたんですね。私はよくベテルの家とかに見学に来られる方で、まあ、ベテルの家だからできたんだよねとか、まあ、こういった活動っていうのは自分たちの町でどういうふうに実践したらいいのかっていうような声を聞くことが、多いんですけれども、私自身は、まあ、ベテルだけに限らずいろんな地でですね、いろんな可能性、世の中をこう社会を変えていく、そして、その場にいる、人たちの中の、本当に一人一人のこうエピソードがですね、積み重なって、こう与え合っていくその文化の中で、生まれていくその活動が生まれていくんじゃないかなっていう思いが、とてもありました。ですね、私このインターナショナルクラスで学んだことっていうのが、私自身結構アイディアがたくさんこう生まれてくるタイプで、あ、この理想に向かって、こんな風にしたら、このイメージしているものが出来上がるんじゃないかみたいなこう部分があるんですけれども、インターナショナルクラスでの卒業パーティーっていうのがありまして、何かこう共同で卒業制作を作るってなった時に、私はそのみんなの仲間と一緒にこう作るっていう経験が楽しい反面、その自分のこう思い描いているものにならなかったらどうしようとか、まあ、そんなことも、こう心配性というかそういう部分が私自身が苦手だなって思っていた部分もあったんですけれども、この仲間の、中で、出されるこうアイディアに対して、そうだねって言って、イエス&の精神でこう作っていくというとても貴重な経験をしました。そのコークリエイティングっていう競争を共に作っていくという経験を すればするほどですね、自分自身が謙虚になっていくなっていうふうな実感もありました。まあ、日々謙虚にならなきゃなって思いながら、まあ、生活もしているんですけれども、人っていうのは本当に一緒に仲間と作る過程の中でどんどんですね、謙虚になっていくんだなっていうそんな、一面もありました。ではそうですね、6枚目のスライドお願いします。はい、先ほども話していたこのベテルの家っていうのは、まあ、ミーティングの文化があったり、そして幻覚幻聴が見える、メンバーはいるんですけれども、それをですね、まあ、こういうふうにキャラクター化してですね、地域でのその人たちとの関わりの中で、まあ、見せていったり説明したりっていうような、この面白いこうベテルの文化とまた、自分自身の成長を重ね合わせてですね、今も学んでいるところです。じゃあ7ページ目お願いします。帰国してからですね、まだコロナの時期が続いておりました。はい、ベテルの家ではですね、幻覚幻聴妄想大会というものが、1年に1回行われるんですけれども、その1年でですね、メンバーの、誰の幻覚幻聴が一番面白かったか、どんなエピソードがあったかっていうことで、グランプリを競うですね、イベントがあるんですね。
そのベテル祭り、今はオンラインで、今年もやりましたけれども、このようにしてですね、オンラインで参加している皆さんと現地にいるベテルにいるメンバーとですね、こういった体を使って、パフォーマンスの機会を作ったりですとか、このグローバルプレイブリゲードっていうのはですね、コロナ禍になって、私たちが本当にお家にしかいられないというような、世界中の人たちがそういう環境の中で生活を強いられて、分断が起きたわけですけれども、私たちがこうつながってですね、ボランティアで、ワークショップを開催するというようなこのネットワークがですね、このイーストサイドインシティテュートから生まれまして、私もこのショーンさんというこの男性、香港の出身の方なんですけれども、の方と共同でですね、ワークショップを、開催しました。先日ですね、このショーンさんが来日して、モロさんも来ていただきまして、みんなでこうクラウンのワークをしたりですとかもしました。このネットワークがですね、もう本当にイーストサイドインスティテュートにつながる、仲間っていうのが、日本にもたくさん広がって、私たちはそれぞれの現場で実践をしているわけですけれども、このグローバルプレイブリゲードをぜひ日本でも、日本の団体をこう作ろうじゃないかっていう声も今上がっていたりですとか、本当にいろいろな、なんでしょうね、ことが今動いてきております。この辺で終わりたいと思います。はい、どうもマナさん、ありがとうございました。